道県2番黒田満がこのラインの3番手、2対3で赤番のホームへと出ました。1番の小松孝之誘導員の後ろ、少し車間を切った3番手3番吉武直樹、残り2周を切ってまだ誘導を使って1番の小松先頭、3番手依然として3番吉武直樹、バックストレッチに入りまして1番小松が先頭のまま残り1周半切りました。ここで動く3番手から3番吉武、誘導外れて1番の小松も合わせます。さあ突っ張るのか1番の小松、3番の吉武先行争いになっていますが、3番の吉武が短期出ました。マーク陣栃木勢離れまして5番の木村と4番の高森がもつれます。さあ先頭3番の吉武直樹使われる形で1番の小松番手に入る形になってしまいまして、5番の木村3番手吉武にとっては苦しい展開となっています。追走1番の小松、車間を切ってもう一足を使います。2センター4コーナーを回って3番手5番の木村元信、北勢が襲いかかって先頭は今度は1番小松孝之に変わった。2着争い接戦、小松孝之降臨、2着は5番の木村と逃げた3番吉武直樹並びました。